さて、ニコラウス・アーノンクールですけれども、この人は1929年にベルリンに生まれました。戦後ウィーンで音楽を学びまして、ウィーン交響楽団のチェリストとして音楽家としての経歴を始めています。その一方で彼はバロック時代の楽器を研究いたしまして、おなじみのウィーン・コンセントス・ムジクス、この小楽器演奏のグループを結成いたしました。ウィーン・コンセントス・ムジクスも今年で結成22年になりますけれども、今ではバロック音楽を演奏して最も素晴らしい信頼のおける団体の一つとして定評を得るに至っております。このアンノンクールは70年代の終わり頃からモーツァルトを積極的に取り上げるようになりました。それもウィーン・コンセントス・ムジクスだけではなくて、例えばアムステルダム・コンセルトヘボー管弦楽団のような大オーケストラを使ってモーツァルトの交響曲や協奏曲を盛んに演奏し、また録音をするようになっています。しかしその演奏がモーツァルトの概念を覆すようなものであったところから、ヨーロッパでも大きな賛否両論を巻き起こしました。しかし、そのアノンクールの演奏が現在聴くことのできる最もアクティブなモーツァルト演奏として、ファンの熱い視線を浴びていることは事実だと思います。今度はアノンクールは一体どういうことをやってくれるかという注目が集まっているわけですね。アーノン・クールはウィーン交響楽団の OB ですから、これまでウィーン交響楽団とは密接な関係を保っておりました。例えばウィーン・コンセントス・ムジクスも主としてウィーン交響楽団のメンバーから結成されています。しかしアーノン・クールに注目する人が、彼と最高のオーケストラであるウィーン・フィルハーモニーの組み合わせを聞いてみたいと思うのは当然です。アーノン・クールとウィーン・フィルの組み合わせは1983年にモーツァルト作品のレコーディングの際に初めて行われましたが、アーノンクールの解釈に初めは戸惑いを見せたと言われるウィンフィルハーモニーのメンバーも、やがてアーノンクールに説得されてしまいまして、彼とまたやりたいと思うようになった。そして昨年の12月に定期演奏会へのアーノンクールの招聘が実現したと聞いております。ファンの注目の中でアーノンクールはまずモーツァルトのパリ交響曲を指揮いたしました。このパリ交響曲、22歳のモーツァルトが旅先のパリで書き下ろした三楽章形式の華麗な力作です。それではモーツァルトの交響曲第31番2長調ケヒケル297パリ、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団指揮ニコラウス・アーノンクールで聴きましょう。Thank you.
モーツァルト作曲交響曲第31番二長調ケヒェル297パリ。ただいまの演奏はニコラウス・アーノンクール指揮のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。送られてまいりましたテープの不備により一部聞き苦しいところがあったことをお詫び申し上げます。ただいまの演奏いかがでしたでしょうか。モーツァルトのシンフォニーといいますと、先日もこの時間でマゼール指揮の第29番二長調をお届けしました。マゼールがウィーン・フィル自身の持っているモーツァルト様式を尊重いたしまして、オーケストラに自由に好きなように演奏させていたのに比べますと、アーノンクールはウィーンの人たちを太平の眠りから目覚ませようとでもするかのように伝統に挑みかかっております。第一曲はその両者の綱引きのうちに終わっていたと思います。こういうアーノンクールのモーツァルト解釈はどこから出てくるのかということなんですが、アーノンクールはモーツァルトの音楽を優美さの枠の中に閉じ込めることを嫌います。モーツァルトの音楽をもっと人間全体に広く深く関わるものだと考えたいというわけです。アーノンクールの考えによりますと、モーツァルトの音楽は当時は非常に新しいものであって、聴く人に強い衝撃を与えるものであったはずである。そしてそれは小綺麗な美しさをはるかに超えたいろいろな価値に関わっていた。人を驚かしたり揺さぶったり考えさせたり高めたりするものであった。そのことが忘れられて、今日ではモーツァルトがただ表面的に美しく演奏されるだけになってしまっている。これでは大事なことは伝わらないというのがアーノンクールの考えです。